はい、こんにちは。竹山チャンネル春99です。今回ですね、ボードゲームニュース2023年6月18日版をお届けしたいというふうに思います。一つ目こちらですね、アクレタゲームズさんの方ですね、新製品ということで2013年に発売された名作タイル配置ゲーム算数 C ですね、こちらの方はですね、アートワークを一新されましたというですね、新バージョンが出ますということがアナウンスされておりました。こちらの方でございますね。でこちらですね、2013年発売されましたですね、ミハル・キスリングさんの作品なんですね。そちらの方ですね、ここね、確か宮殿だったと思うんですけどね、宮殿のところですね、自分の手元の方に、まあ、最高のものを作っていきましょうということで、各自の手元の方でそれぞれですね、庭を作るというそういう感じだったんですね。でこちらの方がですね、もう随分ね、もう10年前になっちゃいましたんで、最近だと全く見なくなっておりましたけども、これの方が再販されるということですね。で今回の方は報酬ボードでですね、イノシシトークンというね、2つのですね、拡張、多分ミニ拡張だと思いますけども、まあ、こちらの方が収録しておるというですね、新しいバージョンが出ますということになっておりましたですね。前のバージョンだったらこんなアートワークなんですね。あ、確か私持ってたなというね、感じがありまして、さすがにもう10年前なんで忘れかけておりましたけども、ちょっとね、変わったタイプのゲームだったんですね。自分の手元の方に個別の庭を作っていくってね、独特の味わいだったゲームだった気がするので、まあ、今回新しいね、拡張も入ってですね、どうなるかってね、非常に楽しみでございますね。まあ、こうしたね、最近ちょいちょいありますけども、ちょっと前の気になるですね、ピカッと光る作品っていうのが新しくですね、まあ、当時ちょっと違う形の拡張とか一部デザイン変更っていうのがあって、再びですね、入手しやすくなるってね、非常に良い傾向ではないかなと思ったりしますね。でもう一つこちらですね、アグラデゲームさんですね、大会のドラゴンですね、これ相変わらずですね、人気のようでして、これもね、品切れになってましたというのが、再びですね、6月下旬から順次出荷になりますということですね。なんでこれですね、もうニュースが配信した後2週間以内ぐらいですかねのところですね、徐々にまた手に入るということになっておりますんでね、大会のドラゴンを探していらっしゃった方はそのうちですね、お店等をチェックしてみてはいかがでございましょう。さあ、お次こちらですね、スゴロク屋さんですね、7月3日の夜ですね、スゴロク屋さんの店舗の方で漫画家の方がですね、3名いらしてですね、ボードゲームにまつわる3時間のトークライブをやりますと、ネットでも配信しますということになっておりましたね。 YouTube ライブの方はですね、前半だけ無料で見れますよってことになってて、通客数の方でしたらプレミアム配信ってことで、現場の方で、ね、会場の方に行かれる場合にはですね、2600円、当日は3000円というふうになっておりました。いや、漫画家さんのね、方の方でもですね、ボードゲームプレイされる方ね、最近本当に増えているので、まあ、現場の方にてですね、それぞれのトークショーなんかをね、聞きながらですね、まあ、どんな感じで普段プレイされてるかとかね、いうのをですね、楽しんでみるのもですね、よろしいんじゃないかなと思いますね。私個人的にですね、トヨタ皆さんのファンなんですよね。非常に大好きなので、チャンスがあれば行きたいなと思ってました。ただ平日なんでね、この時間帯に行けるかどうかっていうのは若干ですね、ちょっとドキドキしておりますけども、こういったイベントの方が、スゴロク屋さんの方で計画されているということでございました。詳しくはね、下にリンク貼ってますんでね、そちらの方からぜひご覧ください。さあ、お次こちらですね、田中誠さんですね、ラグランハデラックスですね、九州ボードゲームカーニバルの方ではね、もう先行の方で発売が始まるというこちらのゲームですけども、ルールブックですね、こちらの方ですね、サポートページの方で公開しましたというふうになっていましたね。まあ、やっぱりラグランハね、前半作をねプレイされたらですね、持ってらっしゃる方一定数いらっしゃると思いますんで、どう変わってるのかね、ザ・ゲームキャラの方ですね、レビューの方でもご紹介してますけども、詳しく知りたいという声ね、私もたくさん聞こえておりましたけども、こちらの方のサポートページの方からですね、ここですね、ラグランハデラックスのルールブックとモジュールというのがそれぞれルールブックモジュールってね、公開されてますんで、まあ、こちらのね、特にね、モジュール等を見ればですね、どういう風なのが増えてるかっていうね、拡張結構これいっぱいありますからね、いろんなデザイナーさんがね、参加してるっていうのがあるので、まあ、どういうものがあるかっていうのががっちり公開されてますんで、まあ、こういうのを見ていただいて、まあ、買うべきかどうするかっていうね、悩んでみるのもよろしいんじゃないかなと思いますね。この辺をね、やっぱルールブックまでね、がっつり公開していくっていうのは、なかなかできることじゃないと思いますんで、やっぱテンディさんね、この辺のところですね、がっちりやりながらですね、まあ、ユーザーの皆さんもね、期待に応えてらっしゃるんじゃないかなという感じもいたします。まあ、いいゲームなんでね、この辺見てどうするか決めていただくのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。さあ、お次こちらですね、サーシン&サーシンさんですね、ゲームマーケット春の時はね、間に合わなかったようでございますけども、7月発売予定ですね、の新作ですね、カムセラウェイですね、こちらの製品版が届きましたということになってますね。こちらの方ですね、もうこれね、ニュースが配信してる時にはもうね、開催中だと思いますけども、九州ボードゲームカーニバルでね、そちらの方でも先行販売いたしますし、試遊もありますということですね。まあ、全国に展開するのは7月からですということになっておりましたね。こちらの方ですね、カムセラウェイですね、まあ、豪華客さんですね、クルーは大忙しということになっていて、この
その船の中をですね、お客さんぐるぐるぐる回っていくんですね。そこのところでうまくそれぞれのお部屋の方に誘導していきましょうという形になっておりましたね。まあ、今回ねマニュアルなんかの方ですね、私もご協力させていただいておりますし、セットアップの方ね、私ねこの上から順番とかね、ぐるっと回る順番っていうね、こういう順番で書いてくれたらいいのになみたいなですね、なんかあっちこっちねこう順番がセットアップの時飛ぶってねよくあるんですけども、そういったところもですねお願いさせていただきましてですね、非常に分かりやすくなってると思いますんでね、こちらの方もですねぜひご検討いただければというふうに思いますね。私もねまだね実プレイをしたことないんでね、プレイするのが楽しみでございますね。さあ、まずこちらですね、ホットゲームさんですね。ホットゲームさんといえばね、ゲームマーケットの時ですね、いつもね、小物のですね、いろんなね、3D プリンターなんか作られたっていうのをね、出されてるんですけども、なかなか普段買うチャンスがないので、ゲームマーケット単位の時にですね、これありますかとかね、よくね、お伺いさせていただくんですけども、まあ、ついにですね、ベースの方を始めましたということになっておりますね。で、こちらベースの方ですね。まあ、こちらがですね、まあ、ゲームマーケットのね、売られてるやつをですね、まあ、大体こちらの方に置かれてるようでございますけども、いわゆるこの前もね、人気だったライフカウンターね、これ私も買わさせてもらいましたけども、ハード型台座ですね。これね、結構これも便利だと思うんじゃないかと思うんですよね。いろんなですね、ボス敵やなんかのヒットポイントを管理したらね、いろんな時に使ったりしますんで、こういったものとかですね、まあ、様々なところの個別ゲーム専用のですね、こういったアイテムやなんか売られてますんで、まあ、なかなかゲームマーケットね、来られないって方ね、たくさんいらっしゃったと思いますんで、非常に便利な小物、私もね、愛用してるのいっぱいありますんで、こちらの方ですね、ホットゲームさんの方ですね、ベースの方もご覧になってみるのもいかがでございましょうか。これね、もちろん下の方にね、リンクとか貼ってますんでね、そちらの方合わせて参照いただければなというふうに思います。さあ、あと、選んだ情報二つです。一つ目、こちらですね。アークライトゲームさんですね。ウィングスパン、東洋の翼、完全日本語版ですね。の第一版に関してですね、修正用シールの申し込みホールの受付が始まりましたということになってますね。で、今回のところですね、個人用ボードの修正シールが2枚と、こちらですね、軍長のですね、目的ボードのですね、修正用シールっていうのが1枚ありますよということになっていました。で、これがですね、6月の20日締め切りというふうになってますんで、これしばらく前から確か公開してたとは思いますけども、いよいよですね、これ終わりが近づいてきてますんで、改めてね、ご紹介してますんで、ご入りの方はですね、6月の20日18時までですね、忘れずにですね、お申し込みいただければなというふうに思いますね。まあ、この辺のところもね、やっぱりしっかりして対応いただけるもののですね、どうしても締め切りがね、あったりしますんで、こちらの方はですね、急いでご入りの方は申し込まれた方がよろしいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一点こちらの方ですね、ケンビリさんですね、ダーウィンズジャーニーですね、目標ですね、タイルのうちにね、説明にエラッタが出てますということになってます。目標タイルを達成した時にですね、と測定の条件を満たしてなければですね、減点されるっていうところがあったんですけども、それをカバーするっていうですね、能力があったんですね。それがめちゃくちゃカバーできるようになったんですけども、実際はそこまでカバーできませんっていうことになったので、これもね、非常に間違いやすいところだと実際思いますんで、マニュアルの方ですね、こちらの方ですね、ちゃんとね記載されてますんで、ダイビングジャーニー、これからね一般販売も近づいてくると思いますけども、こちらの方もぜひご確認くださいということでございました。はい、海外情報一つ目、こちらですね、ストーカーですね。これゲームファンドの方でね、今やってるということでございますけども、もうね、毎週のように喋るんですけどね、やっぱデジタルゲームのね、ボードゲーム化ってもうめちゃくちゃすごいですよね。これソータカーってね、ちょっと前のゲームですけども、確かソビエトのチェルノブイカなんかのところで放射能汚染されたところでね、ミュータント系みたいなのがたくさんあるので、そちらの方と、まあ、コンバットやりながらですね、中の方をですね、探索していきましょうというタイプのゲームだったんですね。で、それがですね、まんまこれね、ボードの方が設置されて、当然個人ボードがあって、まあ、バンバンやりながら行きましょうというのが、まあ、非常に雰囲気よくできてるっていうね、海外の方も話も出ていますけども、もうこちらの方もファンディングは開始したということになっていますね。いやー、まあね、まあ、デラックスですよこれね、まあ、どんだけ物がついてるんじゃっていうね、まあ、しかもこれ日本語出る可能性もなかろうという感じもいたしますけども、今ストーカーの方がですね、こちらの方がファンディング中ということでございましたね。まあ、120分から180分で 3.25 ですからね、まあどうですかねこれね、やっぱりこうファンの方を欲しいというふうに気持ちがあると思いますけども、相当ボリュームが英語もねあるようなので、そこも含めてご検討いただければなというふうに思いますね。で、もう一つこちらですね、こちらですね、実は紹介させていただくときにはもう終わってると思いますけども、アサシンクリードですね、ブラザーフットオブベニス、それのアポカリプスですね、これなんじゃこりゃという感じだと思いますけども、こちらですね、アサシンクリードですね、ブラザーフットオブベニスですね、もちろんね、アサシンクリードシリーズなんですけども、これのですね、デジタルゲームの中のあれってね、毎回ね、場所とかね、時期が違うっていうのがあるんですけども、ブラザーフットベニスっていう原作も確かなかったやつがボードゲームオリジナル版として出てるんですね。で、これが2021年に出ておったわけなんですけど、これ結構人気なんですよね。で、これの方の拡張セットが今度出ますということなんですよね。なので、このアサシンクリードシリーズもボードゲームの方で、まあ、本体も出て新しいですね、追加セットやなんか出てるっていうぐらいの人気になってるということなので、まあ、これの方もね、まあ全然私これね、もうオリジナル、これボードゲーム版プレイしたことないんですけども、この
の拡張機にですね再チェックしてみるのもよろしいんじゃないかなというふうには思いますね。さあ、もう一つこれですね、ガッツブローマーですね、こちらの方が発表されましたということになっておりますね。まあ、これねちょっとね変わったタイプのゲームになっておりまして、これの方はですね、まあ、ワーカープレスメントをねしながらっていうのと、カードのですねアクションのですね使いながらっていうのをしながらですね、ここでエリアマジョリティを取っていきましょうって、まあ感じなんですね。でここのとこちょっと面白いのが、ラウンドのですね自分手番の時に神を訪ねていくっていうするか、自分のカードの効果を使うっていうか、今の状況でいいよって得点化するって、この3択なんですね。だから今プレイしたところで得点ができないんですよね。1回回ってきて今この状態でいいぞっていうと得点化しますって、まあこういう仕掛けになってるので、バチバチ取ったり取られたりっていうのをやりながらいいタイミングで得点化をしていきましょうと、そういう感じになってました。これどうもスモールワールドっぽいなとね、このアートワークと思ったら、アートの方の人はですねスモールワールドの人と同じなんですね。なんですごいですね、似たような感じを受けるわけですけども、割とバチバチまで行き過ぎないエリアマジョリティで神を訪ねる、自分の手元のカードの効果を使う、今がいいぞと思ったら得点を取るっていうですね、まあ、3つの選択肢からプレイできる90分級のエリアマジョリティゲームという風になっておりましたね。これね非常にこれはこれで面白そうだなという風に思いますんでね、これもちょっと楽しみでございます。でこれもねもう少しウォッチしていきたいという風に思います。でそしてですね、これ、ね、ニュースがねもうお伝えする頃にはもうファンディング始まってると思いますけども、こちらですね、まあ今年もやってきましたね、インベンションズエボリューションオブアイディアですね、ラセルダさんの新作品、イグル・グリフォンの新作ですね、今年もやってきましたということですね。もうすでにですね重さね、もうめちゃくちゃですよ、 4.29 ですよ、もうめちゃくちゃ重いっていうことで、プレイ人数の方2人から4人、プレイ時間が120分から150分で、まあ来上がったなっていう感じのいつもの超バカ重いゲームが出ましたよということですね。ゲームのところですね、新しい技術革新をしながらですね、それを使っていって発展していきましょうっていうですね、まあふんわりしたテーマがあるんですけども、まあ個人ボードのこのねガチャガチャ感っていうところね、そして全体のところのですね、まあボードやなんかもまあどんぼあるんですかこれはみたいな、いくらでも物用意しましたよって、いつも通りのまあいろんなもの入ってるでこれっていう感じがするようなゲームが出ておると、まあ毎回面白そうなんですけどね、私これリスボアも紹介しようと思いながらザーゲームには収録3回ぐらい失敗しているので、この人のうまく紹介するのも私の中で消化するのもねなかなか大変だということになりましたけども、今年のもですねラセルザファンの方にはですね見逃せない新しい新作ですね、インベンションオブエボリューションオブアイディアの方が24年に出るということがですねアナウンスされたということでございますね。いやラセルさんもねアイディア尽きない方でございますよね。さあ今週最後です、こちらでございますね。これねゲーム情報ではないんですけども、ボードゲームギークが公開しますねクラウドファンディングカウントダウンですね、いわゆるですねキックスターターとかね、そういったファンディングのですね情報をどうやって捉まえてますかっていうのをですね少しちょっと見聞きしましたので、そちらの方でご紹介です。いろんなサイトの方自体は一応あるっちゃあるんですけども、ボードゲームギークの方ですねクラウドファンディングカウントダウンっていうのはですねトップページの方から行けるようになってます。ここのとこから行くとそれぞれがですね、まあ終わるね、これ例えばバイオハックがもう間もなく終わるっていうことになってるんですけども、まあどのぐらいであと終わりますかっていうのはダーッとありますし、それぞれのプロジェクトの方に飛ぶこともできるようになっていますし、こんな風にねすぐ飛ぶこともできるようになってますし、ボードゲームギークの中の情報の方に見ることもできるようになっていますので、ボードゲームギークの中の方の情報で見てみたりですね、合わせてファンディングのページに飛んだりっていうこともできるようになっているので、まあ、最近今何やってんのかななんていう時はですね、こちらの方のボードゲームギークの方にあるクラウドファンディングカウントダウンというところがですね見ればですね、今やってるのがパッと見れて面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、これねざっくりまあ英語ですけど見ていくと、まあ、自分が好きだなというところがあればですね、そこをフォローしたりなんかしていくとまた次の新しい情報とか入ってきますんでね、今ファンディングは何やってるかなというのをざっくり掴むにですね、まずまずここがよろしいんじゃないかな、いろんなサイトありますけどね、あちこち見るのやっぱちょっと大変なんで、まあ、ボードゲームギークに集中してみるっていうのが最初楽じゃないかなと思いますんで、こちらの方ですねクラウドファンディングカウントダウンというのはね便利じゃないかなと思いましたんで、今回ご紹介させていただきました。はい、というわけでボードゲームニュース2023年6月18日版をお届けいたしました。まあ今回ね海外の、ね、新作情報が多かったですし、先ほどですねイーグルグリフォンさんのね話でもないですけども、やっぱクラウドファンディングが今ぐわーっと出てきてるというタイミングに入ってきてるんで、まあ今年の年末から来年ぐらいのところね、これの方のまた結果がどんどんと出てくるんじゃないかななんていうふうにも思ったりいたしますね。というわけでボードゲームニュースをお届けいたしました、ザゲームチャンネルの春99でした。